岩本、いい天気言うた河村です。本日の企画、底辺 YouTuber が芸能人オーラを出してディズニー歩き回ったらどうなるのかー。終わってるやんこれ。楽しみです。終わった。駐車場が泣いてる。マジで泣いてたよ今。この前ね、竹下通りと全く一緒の企画をやったら、はい、そこそこのバズりをしてしまう。そうっすよね。だから今回ディズニーでもう一回やっちゃおうかなって。やってください。俺へのアンチ来たこと忘れちゃってるわ。まあけど、まあやっちゃおうよ。でもマジな話、はい、結構なアンチの量来ちゃったんで、僕も結構厳しいんですよね。もうまあけどイケイケにしかアンチって来ないから。イケてる証拠でしょ。オーラがない人にアンチって気づかないから。みんなに知られちゃってる。有名人よ、よ有名人、オーラボンボン。分かった。やりましょう。芸能人オーラなんで、まずこれ。あ、まあ実際で、実際でね。それこれ結構出ますか。これ。おお、いい。こうやる。それマトリックスだけでしょ。俺ここディズニーなんで。これでしょ。まあかぶりも。これでしょ。いきます、食べます。あ、いいじゃん。お、お、お、めっちゃいいじゃん。マジでいいよ。マジで見てます。本当にオレンジの主題歌歌ってる時の黒田さんには感動しました。誰が小袋の黒田さん。逆に違う。これしてるやつ全員そうじゃん。でもせめてもう一人欲しいです。ヤマトと仲いいから俺隣に行ってあげるよ。俺が今決まったけど持ってるでしょ。やる気満々。さすがに今決まったけど持ってるでしょ。それでは編成企画行ってみまーす。はい、ということでディズニーシーやってまいりました。やってきましたね。今からサングラスとマスクして歩いていこうかなと思います。やっぱ俺はオーラが大事だから。どうやって昔オーラとかあったの。小学校ぐらいの時は学年が5人ぐらいしかいなかったんだけど。島出身で学年5人しかいないの。島出身。あ、ごめんごめん、間違えた。全校生徒で5人しかいなかった。あ、じゃあ島出身だ、確定だ。前回の動画見てもらったら分かるんですけど、僕たちのオーラってやっぱ真剣じゃない。マジで言うまでもないっていう。言うまでもないです。当たり前に人が集まると。橋のとこでやる予定なんですけど、橋とか落ちちゃうんじゃない。重くて橋潰れるのはちょっと心配だよね。心配だね。それではやっていきます。シュッ。はい、ということで、はい、今から桟橋の方が来ました。ここですごいね。あ、もうマジでいいです。どれぐらい人がやってくるのかやっていきたいと思います。やろやろ。人が集まったらパッて逃げるぐらいの、すごい逃げ足とかも早いんで、結構パッて逃げていこうかなと。僕たちのオーラってやっぱそんだけ出ちゃう。マジで言うまでもないっていう。言うまでもないです。橋とか落ちちゃうんじゃない。重くて橋潰れるのはちょっと心配だよね。心配だね。めちゃ眠いわ。もうシンプルに睡眠時間が短い、昨日は。あー、ショートスリーパーってことね。そうそう、15分たけそう。いや、マジで肩痛いわ、本当に。昨日ライオンと戦ったからさ。たけそうだった。たけそうって言わないで。突っ込んで。あるエピソード。エピソード他にはなんだろうな。あのね、さんまさんの倒し方って知ってる。あー、だからさ、たけそうはさ、だからさ、たけそうじゃない。俺は。全然もう2時間くらいやってるからね。あー、でもきつくて、お前逃げんなよ、マジで。一気。おやすみなさい。いや、芦沢流星。インスタライブの芦沢流星。ちょっと長すぎるわ。いや、マジで人だかりできるでしょ。マジで人だかりですよ。そうだ。え、どうぞ。はい。え、なになになに、投げっす。まだやってる。マジでやばない。マジで本当にこいつのオーラがない。
俺単品のせいガチで疲れた。もう俺何回トイレ行きたかったのかって。何回トイレ行きたかったの？マジで12回。じゃあもう72の膀胱、膀胱が持ってない。もう夜中に3度は俺で2時間も1時間も経ってんだよ。誰が悪いのか決めましょうよ。もうやめた、やめた。いくよ、せーの。俺や、あ、視覚症状。